どうも、しょうちゃんメッセージいらっしゃい。今日はですね、僕の念願の企画をやっていきたいと思います。企画というほどでもないんですけど、今回はですね、かねての小さな夢でしたオードブルを独り占めしちゃおう。目の前にあります、こちらガストで買ったファミリーセットっていう商品なんですけど、僕が今回食べたかったオードブルとそこにピザがついて、なんと税込み2150円で買える品物でございます。これね、本当にずっとやりたかったというか、どのタイミングでこの夢を叶えようかなって思ってたぐらい心の片隅にあったんですよ。っていうのも、去年のクリスマスぐらいにはもうやりたいなって思って、いや、もう少し温めようみたいな雰囲気があったんで、少なからずソロ活動に転じたぐらいからは思ってたことなんですね。今回ね、なんでここに踏み切ったかというと、先週ピザ1枚を1人で食べるっていう動画を撮って、それがね、思いのほうが好評だったっていうのもありまして、あの動画ではね、1週間に1回こういう日があってもいいよねっていう風に話してると思うんですよ。それを思ってたのは本心で、ならやっちゃおうかなっていう感じで、1週間から2週間に1回ぐらいのペースでこういうのを本当に取り入れていこうかなって思っております。というわけで、景気づけをしたいっていうことで、じゃあ夢だったオードブル持ってこようよってことで、今回はオードブル一人で食べていくっていう動画をね、撮っていきたいと思います。いや、本当にね、もうワクワクしてます。最近痩せたって言ってもらえるけど、見ての通り食べるのが好きな体型してるじゃないですか。食事とかも気をつけようとは心がけてるんですけど、やっぱりね、こういうもの食べるのめっちゃ好きなんで、今目の前にあるんですけど、本当にワクワクしてます。早く食べたくてしょうがないし、冷めちゃうのももったいないなって感じ。ということで、早速今回はですね、僕の夢オードブル独り占めを叶えていきたいと思います。まずピザがですね、こちらマヨコーンピザっていう子供に人気そうなピザですね。そしてオードブルの内容なんですけど、ウインナー、春巻き、コロッケ、ポテトフライ、唐揚げ、そして真ん中にハッシュポテトが入ってます。これ1個あったらさ、4、5人の家族のおかずになりそうだよね。僕は唐揚げ2個でご飯1杯いけるんで、ではいただきます。この中だったら唐揚げでしょ。ガストの唐揚げいただきます。うん、まあ結構家庭っぽい味ですね。味付けがちょっとしょっぱめで、あんまりお惣菜とかお弁当に入ってる唐揚げっていうよりも、家庭で出るようなそんな感じの唐揚げです。ウインナーね、これも激アツでしょ。うん、うまっ。ピザ、初めて食べたけどうまいわ。子供人気が高いだろうね。あー、 100% 口内炎ができる噛み方しました。あ、マジで痛い。あ、クソ泣いた。うーん、やめる。バイバーイ。続けていきましょう。エビフライ、エビフライめっちゃ好きなんだけどさ、作るとめんどくさい。むきエビって結構値段するじゃん。エビフライ単体のお弁当とかって買わないじゃん。だから好きなんだけど食べる機会って少ないんだよね。タルタルをつけていただきます。うん、サクサク。あ、美味しい。僕尻尾までいけちゃう人です。僕と同じ人いるかな。エビフライの尻尾は食べれるんだけど、エビの天ぷらの尻尾は俺食えないんだよね。エビフライってさ、尻尾への火の通り方がはっきりわかるじゃん。なんか天ぷらってコーティングが厚いからかわかんないけど、なんかね、そこを一歩踏み切れないんだよね。春巻き食べましょう。春巻きこそ家で食わないわ。いただきます。うん、春巻きってさ、あー春巻き食いてーってはなんないけどさ、食べたらうまい部門で言うとマジでトップクラスじゃない。唐揚げとかってさ、たまにあるじゃん、唐揚げ食べてーなーって、まるまる食べてーなーってなるものは美味しいんですよ。だって食べてーって思うぐらいだから。けど春巻きって食べてーなーとはなんないんだよね。けど食べたらめちゃくちゃうまくない？かじる瞬間まで別にそこまで春巻きを求めてないんだよ。こういう言い方をするとちょっと怒られちゃうかな。パクの瞬間まではそこまで春巻きに対してのワクワク感っていうのはあんまりなくて、一口食べた瞬間の味覚と体の盛り上がり方で言うとかなりトップクラスだと思います。箸で食べるんでポテトにケチャップかけちゃいます。シューストなんとかっていうタイプのポテトですね。うまい。じゃじゃーん、最近うちに来たハニーマスタード、これマジでうまい。これもかけちゃおう。
韓国ショップのハニーマスタードです。これねマジでうまいから。うん、うわ、うますぎ。コロッケ、ガストのコロッケって何タイプなんだろう。うん、サクサクよ。お、求めてて野菜コロッケです。野菜コロッケが好きなんですよね。じゃがいもメインの野菜コロッケが好き。うん、昔はばあちゃん家で誕生日会とかやってたのよ。ほんとちっちゃい時、小学校中学年ぐらいまでだったかな。いとこんちとかも来て誕生日会をやるっていう習慣があったのね。その時ってオードブル的なものは出てたんだけど、オードブルをどっかで買ってるとかじゃなくて、これ全部ばあちゃんが作ってたからね。エビフライ揚げて、ウインナー焼いて、唐揚げ揚げてくれてみたいな。ばあちゃんの作った料理を最近食べてないからさ、どういう味だったっけなってはなっちゃうんだけど、でもめちゃくちゃうまかったの覚えてる。ばあちゃんが作るエビフライがガチでうまいのを覚えてる。箸止めるわ。ばあちゃんが作ったエビフライを昔から俺食べてたわけよ。そのせいでっていうのはちょっとあれなんだけど、ばあちゃんが作ったエビフライが好きすぎて、こういうお店とか外食で出るエビフライが美味しくないって思ってたもん。今はね、どんなエビフライでもある程度そのエビフライならではの美味しさっていう解釈でうまいなと思って食べれるんだけど、中がプリプリのエビフライって結構多いじゃん。ちょっと透明感のあるエビフライ、あれが俺嫌いだったの。でもばあちゃんが作るエビフライって中のエビが白くなってて、でも揚げすぎてないっていう、そのエビフライが本当にうますぎて、ばあちゃんが作ったエビフライっていう前提しかない頃に、外でね外食かなんかでエビフライ食った時に、何これまずっと思って、今思うとねちょっと失礼なんだけど、どこぞの小僧が一丁前にまずなんて思うなって思うんだけど、でもそれぐらいばあちゃんが作るエビフライがうまかったのは覚えてる。オードブルってさ、数人用にできてるんだねオードブで食べながらさ、こんなこと言うのはちょっと違う気がするんだけど、でも言っちゃう。僕はおかずよりもお米が好きなんです。冒頭でも言ったように、唐揚げ2個で茶碗一杯の米が食える自信があるぐらい米のが好きなんですよ。お刺身があるならご飯が欲しいみたいな、だから僕はお寿司のが好きって感じなんですけど、おかずだけの満足度がエグすぎる。びっくりするぐらい満足感が高いね。あんなに夢だ夢だ思ってたのにさ、食べちゃうとさ、儚いもんだよね。食べ物系のさ、夢ってさ、意外と叶えてから満足するまでのスパンが短いよね。これを死ぬほど食ってみたいっていうもの一つぐらいみんなあると思うんだけど、口の中でとろけちゃうぐらいの高級肉をでかい皿いっぱいに食ってみたいみたいな、そっち系の夢だと、普段1人前ぐらいしか食わないよねっていう人は 2,3 人前食ったらさ、まあ叶ったわってなるじゃん。これをこんなに食べてみたいっていう感じの夢って叶えない方がいいってパターンも結構あるね。僕今その境地にいます。逆に食べてみたいっていう、その食べることにフォーカスした夢だったら、どんどん叶えた方が幸せな気がする。マジで米と寿司とステーキだったら無限に食えるんだけどね。頑張って2キロぐらいなんですけど。なんだろうね、こういうおかずとかってさ、なんか無限というか、その無限に食えるとも思えないよね。このサイズは俺余裕だと思ってたんだけどね。お腹がきつい。ピザは諦めるよね。すいませんちょっとさすがにピザ食えなかったな。オードブルはもうちょい食べようかな。ウインナーがまだ4本も残ってる。唐揚げがねうまいんだよな。結構好みの味。これから梅雨入るのか。6月って僕の生まれ月なんですけど、梅雨っていうのが好きじゃないよね。俺起きてからすぐに外見たりしないの。あと天気予報も意外と確認しないタイプで、バイトの時もそうだし、遊び行く時もそうだし、撮影行く時もどんな時でもそうなんだけど、まあ支度して、じゃあ今日も頑張るかみたいな、今日も楽しむかとか、そういう気持ちでさ家を出る時ってあるじゃん。その時にガチャザーの時のあの慣れ方えぐいよね。うわー雨かよみたいな、どこにも追いやることのできないこの気持ち。逆にちょっと起きた時になんか薄暗い感じがする時、あー今日天気悪いんだろうなって、その直感でね思った時に行ってきますって感じでさ、家から一歩出た時にパーンって晴れてると幸せって思えるんだよね。だから俺は本当に晴れが好き。毎日快晴であってほしい。南国向きなのかな。でも南国台風多いからやだ。
僕の夢終了します。唐揚げ2個、ウインナー1本、春巻き1個、コロッケ2個、ポテト約半分ちょっと残して、今日はおしまい。今日はごちそうさまします。ごちそうさまでした。前もなんかで言ったけど、やっぱちっちゃい夢を持っておくとさ、日頃の楽しみが増えるというか活力になりますね。ただ食べ物たくさん食べてみたい系の夢はあまり叶えない方がいいのかなってやっぱ思いました。食べたいだけ食べるっていうのがね、一番幸せなことですね。もちろんこちら残ったものはですね、後日の僕のご飯に回ると思いますんで、決して廃棄したりはしませんので、ご安心ください。たくさん食べるってことにしがみついて撮るような動画を撮ってないから、くら寿司の50音なんかは結構気合の入った大食い企画だったけど、何キロ食べるとかさ、まあやってないというか、まあできる自信がないんだよね例えば牛丼3キロ食べるとかさ、ハンバーガー何個食べるとか、そういうもんじゃなくてもいいんだけど、達成できるっていう自信がなさすぎて、でもチャレンジ企画にするならこういう終わり方はしたくないんだよね。いい塩梅で皆さんが見たいのがあればコメント欄に書いてほしいなっていう感じかな。本日もご視聴ありがとうございました。高評価コメントの方たくさんお待ちしております。しょうちゃんベースのチャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。 See you again。あともう一つ、しょうちゃんミュージアムコンテストについてなんですけど、おいおい動画にします。では。